こんにちは、国尾です。さあ、2020年5月の28日はどんな日だったか。ねえ、もう充実な日だったと思いますけども、忘れてはいけません。アンジュルム、佐々木里香子ちゃんのバースデー、19歳のバースデーでしたね。えー、と、その日を、まあ、ちょっとね、えー、と、振り返る動画ということになりますけども、少し日をまたいでしまって申し訳ないです。えっ、ー、と、まあまあ、理由はともかくとしまして。 スタートしてていいきたいと思っておりますもうリカ子ちゃんがどんな感じか知らない人にもこれを見ていただければああこういう風な感じこういうような子っていうのもハロプロにいたんだねってことが改めて確認できるようなそんな動画にしたいと思っております国をチャンネルぜひチャンネル登録していただきながらお付き合いいただきたいと思っておりますでは早速リカ子ちゃんコーナー行っちゃいましょうかね ええと、とにかくこれ見ただけで理科講を見てみようって気持ちになる、そういう動画を目指して、えー、なんか確認、確証いろいろとってたら時間かかっちゃったんですけど、まあ、その分面白くなると思います。早速いっちゃいましょうね。で、今日は3つじゃなくて4つ、ちょっと語呂が悪いんですけど、4つにまとめる感じにしました。え、じゃあどんな4つのラインナップか説明してまいりましょう。まず1つ目。 えっと、リカコの2011年からというふうにしました。2011年からの現在までの歩みを簡単にですけども、年表的に振り返るようなコーナー、これを一つ目にします。それで二つ目、えっ、ー、と、リカコのダンスの魅力、ダンスの魅力を振り返ります。これはもう僕なりに3曲、こんな感じの曲というところを見てみたら、動画も貼れるような紹介になりますので、どんな感じのを見てみるとリカコの本質がわかるよというような意味のダンスの参戦しております。 で3つ目えっと「リカコの歌唱力」ですね歌唱力の特徴でそれが分かるような重要な歌曲について振り返るようにしますこれも参考になる例えられる曲3曲紹介してお届けしていく感じになりますそして4つ目えっと海外でのアンジュルム海外ツアーやってましたから海外での、えっと、佐々木リカ子人気評判なんていうのはどんな感じだったのかというところもうこれはおそらく僕独自の あのリサーチによるものですけどもまあほぼほぼ現場で会った人たちの話なんで、えー、オリジナリティの高い情報なんじゃないかなと思っておりますでは早速いっちゃいましょうまず一つ目略歴ですねえっ、ー、とこれどんな感じなのかというとまあまあ佐々木理香子改めて2001年5月の28日生まれの19歳ですでその彼女2011年から、えー、SKC ガールズという女の子グループですよね を、えー、と仙台で活動をスタートしておりますでなんかおかえちゃんとは前から知り合いだったらしく小学生からおかえと付き合いがあったということで、えー、とおかえちゃんの心配されている皆さんリカ子は心配にならないようにしようというような <laughs> ちょっといらない情報を入れてしまいましたでもちょっとおかえちゃんとの付き合いなんて入れてみたいなと思ったのでちょっと余談です。本人ももキュート好きで特におかちさと好ききで特になものはししてますし まあ何かしらね、リカコとの絡みなんてのを見れたら楽しいかななんていう気持ちも入れてみました。で、続いていってしまいますけど、えっと、2013年の3月1日に正式にハロプロ研修生に入るというような、その後のキャリアになります。これはモーニング娘。のオーディションを受けていて、えー、研修生に入るという、結構お決まりのパターンですよね。で、ちょっともう一回研修生で頑張って基礎つけていこうって、そういう感じだったんだと思いますね。で僕はこの後に 理僕というところでお話しすると知るようになるのはこの後ぐらいですよ。でまあ基本的におねだりエンタメハピプレイというのを僕見てましたんでそこのそこの研修生なんていうのはあれですねもう古くから見てるような雰囲気になっちゃってるタイプですね。でそこに理学もいたというような感じです。ちょっと余談入れました。 じゃあ続いていきましょう2014年、えー、とここからねリカコらしさ出てきます。7月に、えー、とローティン向けファッション雑誌「えー、とピチンレモン」の専属モデル、ね、これでモデル活動をスタートしていくわけですよ。 でままあまあその後に、えー、と10月にこの年ですね2014年スマイレージ後にすぐにアンジュルムと翌年から解明されるんですけどの3期メンバーに選出ということで一応まあランクアップというかハローメンになることが決まった年でありますね、うん、ランクアップも何も <laughs> 重要な年だねメンバーになってるからね でその後2016年の3月からセブンティーンの専属モデルになり2018年の1月から楽天ゴールデンイーグルスを応援するイーグルスガールのー2018年のイメージキャラクターを石田由美モーニング娘。と一緒に務めるというような感じになります。ね、それで今年の4月号のセブンティーンまでモデル活動しそこを卒業したというのが今のタイミングですね。 まあ本人このタイミング特に2018年なんていうのは野球も好きになったっていうようなこともあったと思いますし、まあ、ジャイアンツファン説もあるけど <laughs> でもねえどこのファンでもいい,い,いですよね野球とかって広がりあるから、まあ、僕も好きですしそういうところ興味持ってくれると嬉しいですねまあそんな感じがこのざっくりといわゆるグループアイドル活動してたところのアンジュルムスマイレジー以外のところの略歴っすね でそして、ここ面白いなと思って最近あの私「さやしりほ」動画だって鞘師しりちゃんは同じ誕生日ですからね5月28日なのでそこら辺見ている方でチャンネル登録していらっしゃる方がものすごく多いというのを分かっているのでここで皆さんに佐々木里香子との共通点があるエピソードをちょっと話していこうと思っております。彼女はななんんと、とと大のヘビーーメタル、えー、とハードロック好きということなんですよ。 でここを簡単にこれねウキペディアを見てウキ <laughs>、まあ、見ればもっと詳しく載ってるだって話なんですけどちょっとあまりに面白かったんでそれを短縮して、えー、な自分なりに編集してお届けしたいと思いますのでちょっと読んでみますね、えー、と初めてかっこいいと思ったハードロックヘビーメタルの曲は親父が携帯電話の着信音に使っていたレインボーのキルザ・キング70年代ハードロックですよね リカコが小学34年生の頃お,とお父さんのドライブ中に流していたのがそういう曲だったため小学校5年生頃からヘビーメタルハードロックなどを聴くようになるとで一番好きなバンドは「アイアン・メイデン」で一番好きな曲はブ「プローラー」で好きな早弾きは「レインボー」リッチー・ブラックモアの「キル・ザ・キング」。 これ、おやじなんだろうね、そのままで。<laughs> でもまあまあ。で、親父からなんとレスポールをギターですね、エレキギターですね、譲り受けていて、練習してディープパープルのバーンを弾くのが目標で、いつしかバースデーイベントで披露も検討していると。今年やったのかもね。<laughs> で、他、ホワイトスネーク、レッドセッペリン、ACDC、オジリオズボーン、キス、クイーンなども好きで、 初めて買ったヘビーメタルのアルバムはモトリークルーのドクターフィールグッド。いやいいですね80年代入ってくる。他にはメタルのグッズとしてガンズローゼスのタオルやホワイトスネーク、レッドゼッペリン、デフレパード、オジー・オズボーン、アイアン・メイデンなどメタル T シャツを20枚今日所有。<laughs> 特にアイアン・メイデンの T シャツがお気に入り、マスコットキャラクターのエディが好き。ねえ。そして ヘドバンのスピンオフヘドバン的新しいメタルの歩き方の表紙にもなり中でも話をしているということでございますこれねあのー、探しても取り寄せるのに間に合わなかったっすちくしょうという感じですね <laughs> ねでも何が言いたいかというとこれここまで来てたらちょっともう皆さん今までアベンジャーズリホリホをね見聞きして話してた方々要チェック出せってことです まあそんな感じです、ね、じゃあこの余談いろいろお話ししてる中でも皆さんの脅威も高まったと思いますし今まで梨花子知ってる人も新たな確認ができたという感じだと思いますではセクション2つ目いきましょう、えー、っとそんなねそんな彼女のダンス、ね、それを知るために聴いていただきたい曲三選、ね、そこに入っていきましょうかでこの三選のためにまず理花子のダンスの特徴特徴的なものを少し説明していきます えっと彼女のダンスまず表現できる範囲が広いんです表現できる範囲とは何なんだろうかとでこの部分っていうのは他のハローのメンバーいわゆるダンス面なんて言われるところと3がついている部分なんですよで分かりにくいと思うので、えー、っとどういうふうに言ったらいいかっていうところで言うと比較する場合秋山真央これくらいしか思い浮かばないんだけどそのジャンルでダントツでリカコってことなんです理由説明していきましょう まずね彼女の自分の準備というところというところでいうとボディの使い方というところに意識が細部までいってるところがあるんですよね。それは細部って手足とかじゃなくて髪の毛。で髪の毛の動きまで気にしたいから、えー、何かを髪につけたくないということを言ってますね。で髪の毛の動きまではダンスの一部としてしかも操れます。 でこういった部分が証明できるところっていうところがあって技術的な部分特徴的な部分っていうところを3つのポイントに絞りましたでまず1つ目膝が柔らかいんです膝が柔らかいってことを覚えておいてくださいで2つ目お尻にポイントを置きますお尻どちらかというとバックの背中からお尻にかけてのバックの上の方のお尻というのが僕のイメージですそこにポイントを置きますあとんこれは長所 アイドルだから長所になるけれどもダンサー的に言ったら一つう、うん、ちょっと気になる癖ってことになると思うんですけど腰腰のの位位位置置置がが感感覚覚でですすね甘いんですただこれが最後にアイドルっぽさを残していて可愛いくなるポイントなんでうんで多分これ理科部意図的じゃないのよ結果そうなってる感じなのよでその辺がね分かりにくいと思うので確認できる 選曲3曲そして YouTube で画像で映像で動画でですね確認できる参戦しましたでこの辺紹介してまいりましょうまず第3位、えー、これ順位付けですよエスケープ鈴木愛理ちゃんのバージョンがありますねこれはインスタライブで鈴木愛理ちゃん自体も踊っているバージョンがありりかこも踊っているバージョンがありますで YouTube でそこをシンクロさせてくれてる映像があるんだけどそこ若干あのずれてんのよ リリカコののポポイイインントト取取っっててるるとととこころろアがだから作った人は頑張ったと思うんだけどそれで比較しないで個別に見て比較してもらいたいなっていうのがまず僕のこれ注意点の気持ちですなので別々に貼れるアイリのちょっと探しておくわ別々に貼れたら貼っときます でこれがまず自覚のいわゆる体幹のところですね今の注意注意というか私が気になった膝が柔らかくお尻にポイントお尻の上の方にポイントを置いてかつ腰の位置が甘いというところよく表現されていると思いますこれはアイリーと比較できると本当に面白いので見てみてくれたらと思いますね でもう一つ「おまけチャンネル」ですねこれ最近この直近1ヶ月ちょっとぐらいのところだったと思うんですけど「七転び八起」アンジュルムの曲を踊っている一人が踊っているバージョンがありますこれもすごく分かりやすいです なかなかダンスショットバージョンとかで一人の動きというのを確認することができないので、まあ、最近の「おまけチャンネル」そしてインスタライブとかも含めてで,ですよねこの辺の一人のピックアップバージョンを出してくれてるのは僕はこのおうち期間中の中では自分の中で発見の多い大ヒットのやつですね。でこれは踊ってみた系動画として上がっているんですけれども先ほどと同じくポイント特に僕は。 理子を最高のダンサーだと思って見てるんでハロプロの中ですねこうするとどう,どうしても気になるのは腰の位置なんですけどそこというのも本人の補足説明とか様々あるんですけども躍動感の方で解釈できるそんな感じの動画だと思ってくださいでこれが第2位でした7転ロビ起。オそしてここでちょっと辞典というものをいつも1位を発表するために入れていきますでこの時点は何なのかといったらリカコ当然ハロプロダンス部という ハロプロの中で部活的にあるダンスに特化したパフォーマンスいわゆるハロコンなど夏冬ですよねとかでショーをやってくれる僕も非常に毎回楽しみにしているそんなコーナーがあるんですでこのコーナーの中で特にあげたいのは2019年のサマービューティフルここでのダンス部でのダンスこれも映像が探せて youtube で貼れ,貼れる感じだと思うので貼っておきます えー、ここ何がいいかというとリカコ自体の今まで説明していたところが他のメンバーとかというところとパート若干当然リカコの方が量多めで強いんですよあの難易度高いのやってるんですよだけどシンクロしたり同じように動いているところでリカコの今僕が説明したところの凄さそしてちょっとした甘さこれが両方表現されてるなと思いましたので、えっと、余裕があればこれを聞いてハローの曲が広がるかどうか分かりませんけども ダンス部というのを拝見していただけるのもいいんじゃないかと思いましたので、えー、これはエクストラ的な感じでご紹介しましたでは、えー、とダンスを語る上で重要な1位いきましょう、えー、とこれはねもうベタです46億年ラブ、ね、これはお化けチャンネルのダンスレクチャー動画がよろしいんじゃないかなと思いますでこれなんでここがいいかというとお 当然ですよね。他のメンバーとの比較ができるで他のメンバーが「ダメと言ってるんじゃないんです。のの特徴をを理解するるためには、どういうふういいいな動きをしているのかということですよね。これ多分河村彩乃ちゃんで河村彩乃ちゃんもダンスいいんですよ。だけどリカ子を持っている個性というところとの比較はとても河村彩乃ちゃん上手だし何て言うのリア,ルタイムにリアルタイムにアジャストする、えー、とリズムの取り方関節の運び方ができるということですよね。 でそ,こがそこと違うリカコが、まあ、僕は魅力を感じているということなのでととてもかかりやすいかと思いますいい思ままので第1位はここにしました、ね、で特にサビの2回目の乗っていこうのところの腰の位置頭の感覚彼女の体全体の感覚ですねここは本当に毎回コンサート見ててもおおなんていうのみんなと同じ動きしてるんだけど1人だけこのリカコっていうのはね際立って目立つんです。 やっぱこれは僕は毎回ボトムの安定感っていうのが出ててボトムがパッと動いてる中でサッと止まる瞬間ですよねこれがかっこいいなと思ってるんですなのでこのダンスを第一にしたという感じでございましたさあじゃあ続いていきましょう今日の3つ目のポイントですねえーリカの歌唱面歌の特徴なんてのどんな感じかっていうところを彫っていきたいと思っておりますねで彼女自体は憧れている 感じの歌手ががってていうう風に挙げたたような気がしたんですよ、ね、で、多分そこはハスキーな部分で共通点はあるんだけどやっぱこの鳴りが違うんですよ、ね、でその感じっていうところを説明していきましょう理加子の場合は声がねスポ,スポーティーっていう言い方になるんだけどなんか速い足すところが速いんだけど定位置が定まらないこ,これが難しいところですよ。 さだ,だからそれでもそれがダメだというわけじゃなくてドスが効いたり言葉に何て言うかなはまる音域とかトーンは随所にあるんですただねコントロールに何がある本人が思ったところに投げてられてるかなって言ったらちょっとそれは違うと思うんですよねだから荒れ玉が生きてるっていうにはもう,もうワンランクすべてですよ上げる必要があります ままあまあそんな印象ですね理科子の声自体というところ歌唱に関わるためのベースの声というのはこんな感じだと思ってくださいでそれのお、まあ、僕が特徴的というふうな理科子を紹介する上で選んでいきたいというと3曲そして「アナザー」1曲ということになりますけどそれ紹介していきましょうかまずね1曲目は第3位これ知っておきたい知っておいていただきたい全然起き上がれないサンデー これはもうリカコの見どころが満載ですよ。ある意味センター曲って言ってもいいわけですから。ダンスもいいんですけどね。だけど歌声でキンキンのリカコの歌声というのを聞くという意味ではまあまあ、僕は最新曲聴くのが最もいろんな活動していく上の子たちを見る、聞く、理解するには重要だと思うんで、まあ、この曲でいいのかなと思ってます。なので第3位は全然起き上がれないサンデーですね。まあ、見どころ満載。 あ,あとねこの曲聴いた時に古いハローのファンだったら僕も松浦亜矢ちゃんのファンなんですけども松浦亜矢ちゃんの「ラストナイト」っていう曲があったんですよなんかあれを思い出すような感じだったんです最初聴いた時からそれ思ってたんです <laughs>、ね、でもこれは聴き比べなくてもいいんでなんとなくあのアンジュルブにとってこの「全然起き上がれないサンデーがどんな位置かっていうところで考えていくと面白みが増すよというお話でしたちょっと脱線しましたじゃ戻しましょう第2、えー,とあース,スキの ただ、これはスマイレージのオリジナルなので、和田彩香卒業2019年武道館での室田瑞希とのデュエットバージョン、ここをピックアップさせていただきます。これはなぜかというと、リカ子の声の特徴というところ、先ほど申し上げましたところ、プラスで、要は変化球がないんですよ。ストレートだけ。で緩急も偶然緩急ついていて、速い球もあるんだけど、コントロールが効かないんですよね。ただそんな理香子が 珍しくというかこの曲はすごく曲の世界観入ってるんですよ。で室も室とリカ子って、まあ、室にも憧れていたところリカ子っての研修生時代あったはずなんでそういったところを考えるとなんか室に身を委ねて綾著の卒業綾著を見送ろうというところも随所に出ていてなんかすごく歌詞の世界に集中できてるんですね。でこういう時のリカ子って歌すごく入ってくるんですよ。歌が入ってくるとというう意味で言うと 僕も実際現場で聴いていいと思ったことなんですけどもこの時のリカ子はちょっとなんかあ違うステージ入ってるな違うリカ子自分の中にあるものなんだけど引き出せてるなっていうことを感じましたなので第2位はあーすすきの和田彩香卒業2019年の武道館での室田瑞希とのデュエットこれを選ばせていただきましたさあでは自転、えー、的なものでもう一曲う1位に行く前に紹介していきたいと思っております えー、その曲とは何か、えー、と2015年リカゴ初めてのバースデーイベントですねで歌われました私ちょいい可愛い <laughs> 裏番長この曲選ばせていたただきました、まあ、これはなぜかというとリカゴ自体もこの曲好きだっていう風うに言ってたのもありまあスマイレージェラバレアンジュルム解明そして初めてのバースデーで歌ったというところ。 まあ、その意味というのもありますし本人自体が今まで紹介してきた曲実は最後に、えー、紹介する曲というところをおにこつないでいくのは若干この時代的なカウントダウン形式みたいなところがあるんですね。でここのリカコのバージョンというのは、うん、本人のすごくストレートな最初にんアンジュロムに入ってきた時にこの形で行こうと思ってるところフルコーラスでしかもスマイレージのまあ あのヒット曲と言っていいと思うんですけどファンの間にはねシングルじゃないからだけど僕には思い出深い曲で「スマイレージはあの2012年ですか僕忘れもしませんよあのちょいかわツアーで、えー、先週は12月8日の名古屋だったはずなんですよで最初の頃の夏過ぎぐらいかな秋口ぐらいの2期目とかもうんかめちゃくちゃな感じのライブだったの僕すごく、うん、記憶に残ってて。 それがたかだか3,4ヶ月で物になるようになったんですよねで12月8日僕感動しましたよあのなんでかというと2期目がかっこよくあの形になってるのを見てしまってでその時のツアータイトルがこのチョイカワ番長じゃないですか裏番長じゃないですかね。だからこのね、えー ここの輪が物語ですよね。スマイレージからアンジュルムのな物語の中にリカコがこの曲セレクトし,たして歌ってたっていうところが、すごく、まあ、これも見てますから、すごくそこで、あっと思ったのを、まだ忘れられなくてえ、でも順位入れるにはなんか違うんで、ここに入れました。これも YouTube かなんかで見れるかと思うんで、うん、ダイジェストかもしれないけど、ちょっと探しておきます。見ておいてください。てな感じで、じゃあ第1位いきましょう。えー、これはもうこれでしょう。大器万世。 がしかし、ガールズザ・ガールズライブバージョン、これを選びました。理由はなぜかというと、えー、テレビ出演というところ、当時はあのほとんど、うん、歌番組今もですけど、そんなに出ずにの中だったんで、ガールズライブでテレビ収録なんてしたのが多分初めてなんだと思うんですよね。でその時のリカコというのが、絵面的になんですけど、センターポジションなんですよ。 まあ大気晩成の最初の MV を見てもらってもそうなんですけどリカコセンターでスターーででストしてるわけですよねここからアンジュルムの佐々木リカ子の物語が始まっているのはもう間違いないですしアンジュルムというグループの名前にとってももうこの曲っていうのはデビュー曲と言ってもいい曲なのでそこのど真ん中にいたリカコそれが今の今日の昨日なんだけど <laughs> 19歳の誕生に当然つながっているということでこの曲を選びました。 まあそんな感じです。まあこれはあんまり説明いらなくても皆さんご存じでしょう。という感じで、えー、と3つ目のコーナー歌唱力そして彼女の歌曲に対してのねなんか重要性のあるところということを選ばせていただきました。ねじゃあそんな感じで、えー、と大きなセクションのところでいくと最後の4つ目ですね、えー、と海外での彼女の人気とか評価っていうのはどんな感じだったのかっていうところ行きましょう。 えっとまず僕は最初にリカコの海外での人気というのに気が付いたのは2017年のジュース・ジュースのワールドツアーのチリ・サンティエゴ公園そこに並ばれていた徹夜組ですよねの方々とお話しして知ったということこれが最初の大きな気づきでした。でどんな感じでリカコ評価されてたかというとまずね外国の人ってどういうことかというと。 基本的に踊れるメンンバー人気なのうもうダ,ダンスは共通ですね後に翌年」になるのかなとかでメキシコ公演とか翌々年かあれでもリカコの人気があるのかなと思ってたんだけどなんかそうすると今度フフザッキーになっててメキシコ行くと意味が違うのが同じスペイン語圏でも話が違ったの面白いなと思いました。 舟棋に関してはまた説明の動画がありますのでそこでも外国の話はしていますなので見てくれればと思います。でリカコのラテンアメリカ圏のところは南に行けば行くほど人気度が高いなというのが僕その時の印象になりでお話ししている中でサンパウロですかブラジルのサンパウロ行った時もリカコの話というのは出がちだったんでまあこの仮説というのは仮説でなくお話ししている率が非常に高かったというところで証明できるかと思います。 なのでリカコはラテンアメリカ圏の人気というのはう僕は取りに行けば取れるそんな位置がまだまだ2019年でもあるんじゃないかと考えています、まあ、そしてアジア圏のところでは、うん、かもなく不可もなくなんですけど、まあ、日本の人気と似ているところあるでしょうね、まあ、アジア圏というのは指しているところが、まあ、香港韓国台湾というところになります まあここら辺でそれなりの人気っていうのを抑えているのは、まあ、日本とバランスは一緒というふうに考えていただいてもそんなに間違いではないような気は動かしていますただ彼女はおしゃれだからあのモデルもやってたのもあるから韓国的なもの、まあ、コスメも含めファッションも含めもし何か共通点があったらそこからドーンと今までにない扉を開けていくっていう可能性はたくさん秘められていると思っていますねそんな感じなのがリカコの海外人気かなというふうに僕は捉えておりましたなるとまあ南米ね 行かないだろうけど行ってみてくれたら面白いし僕もそこは見に行こうというような気持ちは当然持ってますから、うん、そんなリカコも19歳以降見たいななんて思っております、うん、ではじゃあこの動画の最後に、えー、僕なりのリカコ感見方というところでおは見方というところをお話しして、えー、とお祝いの言葉で締めたいと思っております、えー、佐々木リカコ安全部の状況今の状況ですね考えればもうそんな遠くない未来に 彼女に見合ったポストに就くそんなタイミングだと思います。ねキャリアで言えばもう2番目のふるさですからねもう上にたけちゃんしかいないです。びっくりするけどで彼女の特徴的な部分ですよね喜怒哀楽にあふれていてダンスに関してはもう今の動画で説明しました総合力でハロプロ1だと思ってます。これはもう僕の見方としていくらでも証明他の言葉でも証明できます。 それぐらリカコのダンスはも近しい人には前から言ってますけど僕は第1位の評価ですでえー、っとまあそれに合わせての抜群の個性で何よりもうーん今までの全部という経験も含めてだよねこれが紛れもなくもうブランドだと思ってますなので一切振り返らないで、うん、好きなスポーツも余裕があれば続けて、まあ、彼女スポーツ大好きですからね で自分と楽しいと思ったことをまだまだあ今から新しく見つかったことも含めて追求していってほしいですね。まあ、そんなリカブの19歳期待ばっかりですよ。これからの活躍も楽しみに我々を応援していこうそんな、えー、5月28日を振り返る29日になってしまってますけども、ね、彼女のアンジュルムでの活動そしてこれからの他のねまだモデルもいいですし芸能活動でもいいと思いますし。 全てを楽しめる19歳になってくれたら最高だと思ってますでは国王チャンネルぜひまたこの話もしていきたいのでお付き合いお願いいたしますチャンネル登録もよろしくねではまた